ビレミーナの肖像。ビレミーナ・ヤコバ・ファンゴッホは、画家フィンセント・ファンゴッホ及び画商テオドルス・ファンゴッホの、末、妹として知られる、オランダの女性。通称ビル。フェミニズムの先駆けといえる活動も行った。オランダ、北ブラバント州のズンデルトに生まれる。前半生は、家族の世話などをしていた。テオほどではないものの、兄・フィンセントと手紙のやり取りをしており、 彼との交流を持っていた数少ない兄弟である。1890年にフィンセントが亡くなった後、彼女は病院に勤め始めた。そこで女性勤労全国博覧会の運営に携わり、1898年に開催に至った。同博覧会は成功を収め、収益金2万ドイツギルダーをもとに、オランダ女性勤労委員会が設立された。 その後の活動については、記録がないが、1902年12月4日に、ヘルダーラント州エルメロの精神病院に、総発性地方との診断で収容された。以降亡くなるまでの約40年をそこで過ごした。彼女が実際に、精神疾患であったかどうかは不明である。ありがとうございます。